SBS マイホームセンターすっとん静岡昔話すっとん静岡昔話の時間をやってまいりましたあんな役の演用講ですさて今日は藤枝氏は話に伝わりますたぬき石というお話です それではどうぞ昔藤枝の話に高原寺という曹洞宗のお寺がありました小僧さんと和尚さんの二人でこのお寺を預かっていました小僧さんは角順と呼ばれていました角順やけいさはどうしたものか 体が重くて何とも寒気がしてかなわぬ風邪でも引いたかのうすまんが朝のお勤めは角順お前一人で頼むわしはもう少し寝ているとするから頼むよはいわかりましたあとで思いを作りましょうかああそうしておくれ ああお水は赤井戸から組むのじゃよはい小僧さんは時々こうして和尚さんの代わりにご本尊にお経を読自することがありました何でも和尚さんが3回唱えれば小僧さんはどんなに長いお経も覚えてしまうのだそうですまた 漢字も一度書けば覚えてしまうので、今ではお経の字はほとんどを読めるということです。ただ一つ困ったことがありました。それはすぐにいねむりをすることです。 お経をあげている最中にも居眠りをして、和尚さんに怒られるのです。ああ、もう居眠りが始まっています。和尚さんはまだ床についているからいいとして、こら、かくじ私がこに伏せているからいいことに。 朝のおつとめのさいちゅう居眠りなどしうってあい寝てなどいられぬカトジュまたいねむりをしよってからにおい起きなさいえあっすみませんまたいねむりしちゃったしちゃったじゃなかろうが 本当に困ったものだ。お前はお経もすぐに覚えてしまう。漢字もよく書けるし、読める。申し分ない。小僧さんじゃ。そろそろ本山に推薦して修行にと思っているが、交番旅居眠りでは。あ <laughs> <っ>、王将様ここは私がお勤めいたしますから、どうか寝ていてください。 ああ <laughs> ど, <laughs> どうやらおしおさん風邪をひいてしまったようですそれから三日ほど寝てしまいましたその間 小僧さんは毎日朝夕のお勤めを一人でこなしていましたまた毎朝宅発にも出て村を回りましたこの鳴き方だと卵を産むんだきっとああ 一度でいいから熱いご飯に卵を割ってそれからお醤油を少しかけてかき混ぜるそれをハフハフ言いながらいただいてみたいなああおいしいだろうな <laughs> ああ 牛が草を食べたべいい青いみずみずしい草を食べたいんだ早く小屋から出してほしいんだよね小僧さんは毎朝宅発に出かけるとこうして村の生き物の鳴き声が身近に聞こえてくるのが楽しくてたまらなかったのですただいま戻りました。今朝は 里芋と干し柿をいただきました。干し柿は風にいいそうですよ、和尚様。ああ、そうかね。ではいただこうかね。かくお前も一人でタクに出られるようになったか。 それから間もなくおしょうさんは起きられるようになったようです。閣純や、今日は八津の大閣寺に行ってくるでな。帰りは遅くなる。私がいなくても夕べのお仕止めを頼むよ。はい、承知いたしました。いってらっしゃいませ。いいかね。 決して居眠りなどいたしませんそれを聞いて安心したでは行ってくるよ行ってらっしゃいませその晩は月の出が遅くておしょさんが帰ってきた時月はお寺の真上にありました、はあ こんな晩は。月明かりで提灯もいらないね。さて、各人はもう寝たかな？おーい！帰ったよ。小僧さんは囲炉裏の横でいびきをかいて寝ておりました。おやおやよく寝ているよ。 おしょうさんは小僧さんの横に座るといろりの火に墨を足し手をかざして温まりました湯はどうかな湧いておればさ右でもいただこうかね小僧さんは気持ちよさそうにいびきをかいて寝ていましたがそのうちに 着物のすそからフグリがのぞくとだんだんひろがってきましたおしょうさんはさゆをのんでいてそのことにまだきがついていませんそれにしてもこぞうさんよくねているねおや なんだいこりゃこぞうさんのふぐりがおしょうさんのひざまでのびてきたのですびっくりしたおしょうさんはとっさにいろりからひのついたすみをそののびてきたふぐりのうえにポンとのっけましたこぞうさんはさけびごえをあげてとびあがるとそのままおもてにとびだしていってしまいました。

じのこぞうさんかくじゅんはたぬきだったのですたぬきにもりこうなものがいるんだなあんなにきょうのおぼえがいいこぞうさんはいなかったあおしいこのこげんじのいしはたぬきいしとよばれましたが。 どうも年々大きくなっていくようだということです。すっとんおしまい。今日のたぬき石いかがだったでしょうか。今日のお話の舞台になりました高原寺というお寺ですけれども、このお寺はですね藤枝氏の話にあったということは分かっているんですが、まあ廃寺になってしまってからだいぶ長い年月が経ったものですから、 現在ではどこまあそれですからタヌキ石もどんな風な石なのかお伝えできないわけですでさてそのタヌキの話はいろいろありますけどもタヌキ和尚でくくられるタヌキが僧侶になる話がまあ多いようですで今日のような話の展開ですねつまりフグリが肥大化してですね本当の和尚さんをこう包み込んでしまうというそういうまあお話が実は多いんですねではなぜこのフグリを広げるのでしょうか これはど禅宗で,、ね、ではお風呂に入るときに広げる風呂敷というのがあってですねで当時はまあ虫風呂だったようなんですですからその布を広げてその上に僧侶がまあ座るわけですけども、まあ、これがですね非常にその庶民にとってはまあ印象深かったようなんですねでそれでどうもそういう様子がタヌキの風にを広げるというお話にまあ展開した可能性があるわけですけどもいかがでしょうそれでは皆さんまた来週さようなら <music> ただいまの出演は、小僧の各順、葵桜。和尚、運の陸寺。ナレーション、岩崎康子。以上、SBS ラジオ放送劇団。そして音楽、杉本蓮太郎。幸和客色、八木陽子でした。